トリニティ川流域ダラスのリユニオンタワーから見たトリニティ川トリニティ川はアメリカ合衆国のテキサス州を流れる長さ710マイルの川上流部はウェストフォーク、クリアフォーク、エルムフォーク、イーストフォークという4つの川であるウェストフォークはアーチャー群に源流があり南西へ流れて2つの人造小ブリッジポートことイーグルマ運転庫を経る東へと流れを変えると ワース湖とフォートワースを通過する。クリアフォークは、ウェザーフォードの北に源流があり、南東へ流れて、ウェザーフォード湖、ベンブルック湖を通過。北東へ流れを変えて、フォートワース付近で、ウェストフォークに交流する。エルムフォークは、ゲインズビル付近から南へ流れ、レーロバーツ湖、デントンの東を流れて、ルイスビル湖へ注ぐ。ウェストフォークとエルムフォークは、ダラスで交流し、 そこからがトリニテ川である。イーストホークはマッキ付近から始まり、ラボン湖、レーハバード湖を経て、ダラス南東でトリニテ川に合流する。トリニティ川は南東へ流れ、ダム湖リビングストン湖を通り、ガルベストン湾王のトリニティにへ注ぐ。河口はヒューストンの南東、穴枠付近。1844年、1866年、1871年。 1890年、1908年に大規模な反乱が起こっている。1908年5月26日には、トリニティ川は深さ52.6フィート、幅1.5マイルに達している。この時は5人が死亡し4000人が家を失い、損失は250万ドルと推計された。反乱時のトリニティ川、ありがとうございます。